こんにちは、MH チャンネルです。今回の動画はお家のワンちゃん、猫ちゃんのおへそについてのお話をさせていただきます。今回お話しすることはですね、まず一つ目は犬猫のおへそはどこにあるのかなっていうところについてお話をしていきます。で、次にですね、おへその病気っていうものがあります。代表的なのはですね、デベソなんですけれど、デベソを放っておくと大変な事態になってしまいますので、それについて少し詳しくお話をしていこうと思います。で、最後にですね、へそ天って皆さんご存知ですかね。僕はちょっとへそ天っていう言葉知らなかったんですけれど、僕もサムネでもあるようにですね、人生初のへそ天決めてますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは本題に参ります。まず一つ目はですね、ワンちゃん、猫ちゃんのおへそはどこにあるかについてですけれど、基本的にはですね、毛が生えてますので通常は見えないことが多いですね。こちらの写真では、上が頭の方ですね、下が尻尾の方ですけれど、毛を刈ると見えてきますね。ポイントはですね、みぞおちよりも尻尾側にあるつむじのようなところですね。これをアップで見ていただくと、これが、おへそですね。で、みぞおちがここら辺ですので、一つはみぞおちをランドマークにして、おへそを探してみてもいいかもしれないですね。今見ていただいた写真はワンちゃんの写真なんですけれど、こちらの左側の写真はですね、猫ちゃんの写真です。猫ちゃんも分かりにくいですが、同じようにみぞおちがこちらの部分にあって、指で指している部分が、おへそになります。で、隣の写真はワンちゃんのおへそですけれど、この子は、毛を刈る前のおへその場所を見ていただくと、毛が集まってつむじみたいになってますよね。で、毛を刈ってしっかり見てみると、こういうふうにおへそが見えています。次にですね、おへその病気についてです。デベソですね、僕らはへそヘルニアって書いてサイヘルニアって読みますけれど、デベソが病気になるのって思われるかもしれないですが、おへそが出ている程度によっては重症化するリスクもあります。で、サイヘルニアっていう名前なんですけれど、飛び出すことをヘルニアって言います。例えば椎間板ヘルニアであれば、背骨と背骨の間にあるクッションの役割をする椎間板というものが飛び出してしまうと椎間板ヘルニアという状態ですね。おへそが、元あった場所から飛び出してしまう状態をサイヘルニア、デベソっていうふうに言います。こちらの写真はですね、サイヘルニアが大きくなりすぎて中から腸が出てきてしまって、手術をした子の写真ですね。ちょっと簡単な絵にしてもらったんですけれど、おへそがあって、その下には皮下脂肪っていうとお肉がありますね。で、その下に腹筋があります、筋肉があります。で、初めてその奥がですね、お腹の中の臓器に、達するんですけれど、サイヘルニアの問題はですね、ここの筋肉、腹筋が薄くなったりだとか、穴がもともと開いていて、そこの穴を通って腸がおへその下までぐるぐるっと出てきてしまったりすると問題になってきてしまいます。何が問題になるかというとですね、そのおへその中に腸だったりだとか皮膚の下の皮下脂肪が出てきて、そこの部分がギューッと硬薬って言いますけれど締まってしまいますと緊急事態ですね。例えば腸がそこに入ってしまって硬薬が起きて、そうするとですね、そこの腸には血流がいかなくなりますので、そこの腸の部分がですね、腐ってしまうんですね。ですので、その場合には緊急の手術が必要になりますので、デベソがある子はですね、まずはかかりつけの動物病院の先生に大きさをチェックしていただくとよろしいかと思います。で、場合によっては、こういうような問題が起きる前に整復していただくとよろしいかと思います。で、最後にですね、へそ天についてですね。で、へそ天っていうのは、ウィキペディアなんかで調べるとですね、猫ちゃんだったりワンちゃんなどの動物がですね、仰向けになって寝る姿の呼び方の一種みたいですね。じゃあどういう時にへそ天をするかっていうとですね、一番は多分その子がそのねんねしている環境に安心しきっている時に、このへそ天っていうのが決められるんだと思います。で、基本的には自分が安心しきってないところだと、ワンちゃん猫ちゃんたちっていうのは伏せをして寝たりだとか、ビクビクして物音ですぐ起きるんですけれど、このへそ天の状態になってるとちょっとした音でも起きないでですね、ずっとこのままの体勢で寝ていることが多いですので、お家の子が今寝ている環境でですね、とても安心しているかどうかを見るためには、ぜひ皆さんもへそ天一度チャレンジしてみてもいいかもしれません。すいません、すいません、へそ天してました。すいません。まとめです。今回の動画はワンちゃんと猫ちゃんのおへそについてのお話をさせていただきました。ワンちゃんのおへそはどこにあるかな、猫ちゃんのおへそはどこにあるかなっていうような質問を受けますけれど、基本的にはみぞおちよりも尻尾側のつむじみたいになっているところを毛を刈ると見ることができますよっていうようなお話をしました。
で次にですね、おへその病気についてのお話をしました。デベソ、僕らはサイヘルニアというふうに呼びますけれど、大きさによっては、手術をして治さないといけない場合もありますので、お家の子ですね、ここをこういうふうにおへそを触ってみてポコッとなっている子は、かかりつけの動物病院の先生に一度見ていただくことをお勧めします。で最後にですね、へそ点についてなんですけれど、へそ点っていうのは、ワンちゃんだったり猫ちゃんがおへそを出して仰向けで寝ることをへそ点っていうみたいですね。へそ点が寝る子の特徴としては、おそらくその子が今寝ているお家の環境がとてもリラックスできるような環境ですよっていうことを表しているサインだと思いますので、お家の子がですね、へそ点上手にやってくれるかどうか、ぜひチャレンジしていただくとよろしいかと思います。今回の動画は以上です。それでは失礼します。以上、MH チャンネルでした。